り篠宮にあのこうセクハラまがいなことするとマジで運営に言うよ。これセクハラになるんすか。はいとって言って、ね、いやいやいや呼び名じゃないですかそれは。え、はい、すいません。篠宮もやったらお前。シュウヤ、どうしました？どうしました？船やったら沈むぞ。え？死んだ。死んだ。私のミヤのタイパンです。やばいな、お前。死んだ。すいません、なんかカイトとか呼ばそうとして。あんま言うと出ちゃうんで、気をつけた方がいいですよ。せやんな、せやんな、気をつけるわ、マジで。はい。いえ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと気をつけますわ。言動がな、マジで。うん、篠宮さんね、篠宮さん。篠宮なんか言うたらもう、そんな。そうよ、もうパーン来るからね。うん。本当に、危ないから。せやな。気をつけよ。篠宮さん、なんか僕ね、あの、うん、最近のおすすめの飲み物があるんですけど、はい、コンビニに今新商品として売ってる、うん、桃エスプレッソ&カルピスっていうのがあるんですよ、うん、それをぜひ篠宮さんにおすすめしたいなと思ってるんですけど。お母さん送っといて。なんで送らなあかんねん。買えよ。あとで、なんか欲しいものリストとか追加しといてくれたら、いくらでも売りますんで。売りますっていうか、もう送りますんで、マジで。1年分でもいいかな。マジでおすすめなんですよ。じゃあ、よろしく。じゃあ、ちょっと、山下のだ。え？ねえ、ジャンマスぐらいお前やれよ。え？ジャンマスぐらいお前やれ。俺やります。大丈夫、今変なとこ当たってない。結構鈍い音してるけど。篠宮さんの手心配っすわ。ホンク、いや、プロだから大丈夫。いっぱい殴ってきてるから。ああ、そっかそっか。じゃあ僕ジャンプ今飛んでるんで、ちょ、篠宮、ちょ、お前周り見とけよ。ちょっとお前周り見といて。おるわ。おるって。格エネもらっといて、2倍か3倍かあればフューチャーしてくれると。とりあえずの今ボセックみたいなところあるんで、話聞いてんのか忍び、お前は。あ、ごめんなさい、じゃあすいません、ごめんなさい、なんか、いや、立花って言おうとしたんですけど、話聞いてるとか、立花。先輩にはまあ、よくないけどな。立花さん、話聞いてくれるとありがたいです。すいません。申し訳ないです。はい。周りとか大丈夫ですかね。